皆さんこんにちは、黄昏ナイツです。リアルデイズ100デイズ100日目やっていきましょう。ついにねやってきました、100日目です。ということでね、今回は気を引き締めて、もう最後なのでね、もうエンドラを倒しに行きたいと思います。まあ早速やっていきましょう、レッツゴー。はい、では行きまー、だいたいエンドラの準備はできてるんですよね。力のポーションとエンドクリスタルとエンダーパール、あとエリトラー、まあこの辺があればいいよねっていう話で、まああと必要なものは特にないはずなので、ではね早速突っ込みたいと思います。いやー、ついにねやってきましたね、エンダードラゴン、100 days 最終日ということでね。いやー、なんか長かったというか短かったというか、裏作業はあんまり進んでないんですけど、いやでもね、やっぱ100日3ヶ月って、なんか、終わってみると短いなって思うけど、実際結構長いですからね。いやー、長かったですね。長い長い戦いもね、長い長い戦い、戦いではないけど、長い長い日々もね、これで終わりということでね。さあ、もう、つべこべ言わずね、さっさと行きましょう。さあ、しっかりと装備をしまして、さあ、参ります。さあ、エンドやってまいりました。ここでね、落ちたらマジで笑い物にならないですけど、さあ、こんな感じでね。さあ、エンドやってまいりまして。いやー、マジで長かったな。いやー、どうだろうな。まあ、一応ね、予定通りぴったり100日ではあったんですけど、いろいろトラブルはあって。いろいろトラブルがあった結果、結局100日で終わるっていうね。なんかよくわからない事態になってるんですけど。ではね、もう早速召喚していきますか。一応 F3 押して、99ですね。デイ90、あれ？デイ99ってことは？100、そうだよね。100日目だよね。よし、ということで。ではね、もう早速エンドクリスタルやっていきましょう。これ、確かね、真ん中じゃなくてもいいんですけど、一応ね、保険として、なんか安全をとって真ん中に置きます。ということで、ドーンと！さあ、これでね、さあ、うるさい、ちょっと待ってくださいね。多分ね、敵対生物がちょっとうるさいかもしれないので、音を下げて、まあ、これでいいか。あれ、なんか、めっちゃうるさく感じする。めっちゃうるさい。あれ、こんなにうるさかったっけ。ってことでさあ、バーンバーンと、さあエンドラのエンドクリスタルがね、再び召喚されていきまして、さあエンドラがね、だんだん形成されていきます。いやー、なんかね、思ったよりなんかできなかったこととね、まあその話は後でいいか。とりあえずまずはね、エンドラをぶち倒すところから始めていきましょう。ここね結構痛いので、爆発ね巻き込まれないように離れて一回これで死にかけたことあるのでねあいつは一回これで死にかけたことがあるので、まあそれはね注意しつつ、さあ、エリトラで、滑空して向きをして、さあ、一個爆破。さあ、もう一個爆破。さあ、さらにもう一個爆破して、お、いいっすね。調子いいっすね。お、調子いいですよ。さあ、飛んで。お、だいぶ今日調子いいっすね。ある程度ね、滑空しながらの方が当てやすいので、ほいっと。ここ。あ、外したけど、ちょっとあんまり近すぎるとね、普通に爆破ダメージ食らうので、それも気をつけつつ、さあ、あと、あそこと、あと柵のあるとこだっかな。多分あと柵のあるところ2つだと思うんですけど、そうですね、多分そうですね。では柵のところはね、多分乗った方が早いので、乗って、ちょっと、ブレス入ってこないで。さあ乗りまして、装備しまして、ここ一旦破壊して、隠れた方がいい。ダメージを食らわないように隠れて、バンと。オッケー、さあ爆破していく。さあ残り1個、痛い。さあ残り1個です。エリトラ来て、ロケット花火飛んで、上乗って、やっぱね、まあ、順番に壊していった方がね、まあ、楽っちゃ楽ですよね。ということで、さあ、最後1個です。しっかり装備して、痛いよ、もう。落とされましたけど、多分穴が開いたから、下からね、破壊できると思います。弓持って、ここもうちょい上ここオッケー撃破していくということで、さあ、ちょうどね、よく降りてまいりましたので、さあ、攻撃していきましょう。さあ、頭をパンチングしていって、エリトラ来て、滑空して。さあ、しっかりとね、安全を取りつつね、まあ、死なないように立ち回っていきましょう。まあ、最悪ね、フスの通ってもありますので、まあ、大丈夫っちゃ大丈夫なんですが、降りるのめんどくせえな、これ。さあ、降りまして、さあ、装備来まして、エンダーマンと目あった気がするけど、ああ、ちょっともうしっかりエリトラ来て。もう、また吹き飛ばされました。もうめんどくさいよ。やめて。そんなに近づいてないはずなんだけど、あ、さあ飛んできましたね。さあ飛んできますので、ここからね、弓で攻撃していきましょう。弓、さあもう回復ありませんのでね、与えたダメージになります。やっぱね、回復ってね、なんかゲームにおいて強いですよね。特に敵がしてくる回復。敵がしてくる回復ほど強いものないですからね。さあしっかりと当てて。
いや、この辺はね、足元大丈夫なので、適当にね、やっていって大丈夫なんですが、なかなか当たっておりません。いやー、マジで、回復ね、まあ、なんでしょうね、エンドラ討伐 RTA というか、まあ、エンドラをね、ベッドばっかで倒す方法っていうのをね、最近ナイスは見たんですけど、なんかね、ベッド4つぐらいで倒せるらしいですね、エンドラって。すごいね、そんなに必要な数少ないんだって思っちゃった。なんか、案外ね、なんか5個とか6個とか、まあ、もうちょい10個とかかかるのかなって思ってたんですけど、なんかね、4個で足りるらしい。エンドラのベッドばっかって。エンドラ討伐 RTA もね、いつかね、もう一回ちゃんとね、走りたいんですけど、あ、待って、ちゃんと装備して。ちゃんと装備してもろって。さあ、内側入りまして。ほいっと。ほいっと。ほいっと。オッケー。さあ、こんな感じでね、しっかり頭をぶん殴っていきまして、エリトラを着て滑空していきます。そして、お肉を食べます。ふぅ。やっぱ、エリトラだけでね、心肉差100億%カットなので、まあまあまあ。まあ、普通にね、エンドラ討伐でね、アイスさん死ぬことはないんですけど、まあ、ただでさえ死ぬことはないんですが、やっぱね、エリトラがあるだけでね、まあ、100%、ほぼ 100% 死なないと言っても過言ではありませんので。よいしょ。さあ、あとね、まあ、弓と剣と芝居て、まあ、大体終わりでしょう。もうこんなんイージーですよ。エンドラ討伐ってね、実はエンドラを倒すだけなので簡単なんですよね。まあ、ちょっと何言ってるかわかんないと思うんですけど、エンドラを倒すだけなんてね、あんまりに簡単すぎます。マイクラはね、2000時間やってる人間なので、2000時間はちょっと持ってるけど、多分今1700時間とかなんですけど、まあ、さすがにね、エンドラを倒すだけなんてね、さすがにね、イージーですよ。エンドラを倒すだけのゲームなんて簡単すぎるぜ。ちょっと夢下手すぎてちょっとあいつさんびっくりしておりますけど、なんかね、このね、ぐるぐるしてるときに、なんだったかな、この、あ、いたい。このぐるぐるしてるときに、頭にね、ベッドバカをね、当てなきゃいけないみたいなね、そういうね、あれがあるらしくて、ほいっと、ほいっと。さあ、これで終わりかな。さあ、これで、まあ、頭殴って終了かな。ちょっと届いてないっす。ほいっと、ほいっと、ほいっと。はい、お疲れ様でしたー。ということで、来たねー、花火だー !F1! はい、ということで、2回目のエンドラも無事討伐完了と。まあ、さすがにね、簡単です。もうエンドラ倒すだけなんてね、さすがに簡単すぎる。マジで、エンドラ、まあ、100倍ぐらい強くなって帰ってこいって感じ。まあ、さすがにね、だってさ、通常攻撃も死なないしさ、まあ、強いて死ぬとしたら、エンダーマン3体ぐらいに絡まれた時ぐらい。まあ、多分ね、それ、あ、待って、力のポーション持ってきたのに、飲むの忘れた。まあ、いいや、帰りまーす。はい、ということで、無事ね、エンドラ2回目の討伐したということで、ふぅ、ようやく終わりましたね。100 days。これにて、まあ、ほぼ終了ですね。で、どうする？あと10分ぐらいあるけど。あと10分ぐらいあるけど、何しますか？あ、そう、じゃあ、装備類をちょっと飾ろうか。装備類をちょっと飾っていきたいので、鉄柵いらなくて、力のポーションもいらなくて、ではね、装備類を飾っていきたいので、革ってありますか？革、6。6じゃちょっと足んないな。ちょっと革ください。革をくれ。革。まあ、ここにね、ある牛ももう必要ないので全部破壊します。ほん。ほん。まあ、24。まあ、こんだけあったら十分ですね。さあ、革を取りましたらば、棒を作りまして、棒。棒は？これ。棒があんまりない。まあ、逃避のいたずら使えば大丈夫でしょう。さあ、棒をいっぱい作りまして、額縁を16個。まあ、16個あれば足りるでしょう。ということで、さあ、額縁作りましたらば、ではね、飾っていきたいと思います。やっぱ飾る場所屋根裏部屋かな？屋根裏部屋でいいですか？まあ、本当はね、こことかでもいいのかなって思ったけど。まあ、ちょっとね、屋根裏部屋に飾っていきましょう。ここにね、歴戦の猛者として、歴戦の、ここ何入れる？ここさ、チェスト作ったけど何入れますか、これ。あ、ネザースターでも入れとくか。パン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 と。さあ、飾っていき、額縁を飾っていきまして、ここにね、装備類飾っていきたいと思います。エンダーチェストの中にもまだいろいろ入っているはずなので、これでしょ？まず装備類からですね、装備類。まずヘルメット、100なる純真、鈍色の空。そして100なる、あー、着ないでほしい。100なる鈍色の茨。そしてスニーク。待って。これさ、マジでめんどくせえ。100なる鈍色の海。そして、こちらがね、100なる鈍色の第一からの、着ないで。ちょっと待って、枠がちょっと足んないな。枠がちょっと足りません。どうしよう。まあ、上とかにつければいいか。100なる鈍色の吹雪。さあ、飾りましたらば、反対、待って。あれ待って。額縁足りてなくない？あ、額縁こっちにも置いたか。で、上に、エリトラと、
エリトラと、まあ、金ブーツかな。エリトラと金ブーツ飾ってって感じで。さあ、百なる天の石、噛みすぎ。百なる天の霹靂。そして百なる輝きの大地 A。これ間違えて打ったやつですね。懐かしいですね。で、ここからね、ツール類ですね。ツール類。さあ、額縁置きましたらば、どうしよっかな。8個なんだよな。8個っていう絶妙な数なんですよね。じゃあ、こことここ破壊して、上に1個、上に3つ置いた方がいいかな。まあ、上に3つ置いて、8個だよな。どうしよっかな。剣と弓だけ上でいいか。剣を、まず、百なる黄昏の剣、そして百なる、餅月の剣、そしてからの、弓ですね。百なる礎の弓を飾りまして、これとこれ。どうやって飾ろうかな、これ。まあ、左右対称がかっこいいよね。百なる湖のふもと、百なる森の木陰、百なる森の清流からの百なる花園の幸と、百なる荒野の絹。ということで、さあこんな感じでね、装備をすべて飾りまして、なんか、しまい忘れたもんない。多分ないと思うんだけど、ここにも多分何も入ってないよね。待って、これ壊すのに鶴走るわ。待ってね。これだ、これは幸運の方です。絹の方が欲しい。絹の方をもらって、まあ、ここにも何も入ってないはずだし、ここも破壊してよし。で、これ飾ってよし。よし。で、あと、何を飾るかですね。まあ、不死のトーテム。まあ、不死のトーテムとネザースター入れておきましょうか。多分、ネザースターもあるはず。ネザースターと、まあ、その辺を飾っておいて。待って、これさ、今、スケルトンに襲われたら普通に死ぬんですけど、どうしましょうか。多分、これでダイヤモンド間違えてここに入れたのか。まあ、いいや。まあ、ダイヤモンドをせっかくあるし、これも使うか。これも使って、あとは、なんだっけ何あ、不死のトーテムとあれか。不死のトーテム、ネザースター、ネザーライト強化、まあ、ビッグステップレナレーンも持っていくか。で、ドラ玉、ドラ玉持っていきたいけど、ちょっとあれだな、ちょっと無理だな。ロードストーンコンパス、ロードストーンコンパスも入れとくか。これ、ロードストーンコンパス入ってたらエモくない？すげえ、いいじゃん。拠点を指し示すもの。もう、なんか、道しるべになってもら、なってくれた。大切なコンパスみたいな、そういうね、あれですね。いやー、アイスさんね、こうやってね、最後にね、物を飾るの好きなんですよ。これと、レナレーン、ピック、そういえばピックステップ聞くの忘れてた。ロードストーン、いや、ロードストーンコンパス真ん中だろ。ちょっとロードストーンコンパス真ん中にしたい。で、ネザースターどうしよう。じゃあ、どうやって飾るっていう話ですよね、残り。残りどうやって飾りましょうか。なんかさ、他に飾れるもんないかな？ちょっと他に飾れるもの探しましょう。ベッドとかは別になんですよね。ベッドとかは別にいらないし。他になんか飾りたいもの。他に飾りたいもの、トライデントだけやめてね。トライデントはやめてね。古代の瓦礫とかも余ってないはずだしな。特に他に何もないんですよね、飾るもの。まあ、ロードストーンぐらい。ロードストーンを飾っておいてもいいけど。ロードストーン飾るのも違うじゃん？ねえ。他に飾るもん本当にないんだけど、どうしよう。まあ、いっか。本当はドラ玉飾りたいんだ、ドラ玉飾りたいんですけど、ドラ玉はね、飾るのめんどくさいのでやめます。で、さあ、登りましたらば。じゃあ、どうしよっかな。こうして、こうして、まあ、これでいいか。本当かな？これでいいのかな？まあ、こんな感じか。こんな感じにしてみてどう？で、まあ、ネザライト強化があるから、これでいいか。これでいいや。まあ、こんな感じで飾って、こんな感じでね、ダイヤモンドをガーッと置きまして。よし！これでいいんじゃないですか？この、なんか、凄そうな感じ。やっぱじゃあ真ん中に固めた方がいいか。じゃあ真ん中に固めた方が多分綺麗ですね。まあ、これでいいかな。これでいいですか？本当に。まあいいや。なんかロードストーン真ん中に置きたい。ロードストーン真ん中に置きたい。この、なんていうの。大切な拠点を指し示すコンパスだから真ん中に置きたい。よし。で、じゃあ、いらないものしまいます。まあ今日も今日とっていらないものをしまっていきます。いやー、危ね、海に落ちそうだった。川に落ちそうでした。あの辺もうちょっとちゃんと舗装しておけばよかったですね。ダイヤモンドしまっての、
まあ、お肉とかは、まあ、もう必要ないでしょ。必要ない、必要ない。で、花火は、まあ、ここでいいか。まあ、このワードもう使うことはないけど、これでいいや。で、お肉と、板材と、まあ、この辺は、なんか、常時持っておくもんだから、この辺に入れておいて、額縁だけしまって、待って、あとさ、あと5分ぐらい暇なんだけど、どうしましょうか。さあ、あと5分、うわ、危ない。さあ、あと5分ぐらい暇ですけど、まあまあまあ、一旦ね、ちょっとサムネイルを撮りたい。待ってね、これはね、多分、待ってね、新設定から、ビデオ設定から、ね、どれだ？視野角ってのがあるはずなんだけど、視野角ってどれ？視野角はこっちだっけ？あ、ここですね、視野角。これをガーッと上げていって、これで全部入ったかな？あ、これでちょうど全部入ってますね。ということで、これを F1 を押しまして、ふぅ。いやー、これ真ん中じゃなくない？これで、ここが真ん中かな？まあ、こんな感じですね。よし。で、設定戻して、視野角戻して、90。まあ、アイスさんいつも90なので、90にしておいて。はい、ということでね。まあ、寝てもいいんですけど。待って、今は？今99だよね。まあ、寝てもいいんですけど、ちょっとね。じゃあ、最後、ちょっと語りましょうか。語るというか。まあ、この部屋でいいか。まあ、屋根裏部屋でね、ちょっと語りましょうか。はい、ということでね。100 days、100日間ね、走り切ってきたわけなんですけども。いやーなんかね、初めてっていうのもあって、ちょっとね、なんかグダグダしたところもね、あったので、ちょっとね、その辺、ちょっと次回以降ね、100 days やるときはね、その辺もね、修正して、まあ、次回はね、古代都市も行ったりして、みたいな、そんな感じでね、やっていきたいかなと思いますけど、いや、今回ね、古代都市行けなかったの、ちょっとまあ、いいかとは言いつつね、ちょっとアイスさんはね、ちょっと心残りではあったんですよね。まあちょっと行きたかったなっていう気持ちはありました。正直。まあちょっと行けなかったので、まあ仕方ないんですけど。いやーで、そんなこんなでね。まあ家も作ったし、まあボスたちも倒したし。で、あとなんだ？フルネザライトも作ったし、まあ大体フルエンツにもなったし。まあ一通りね、100 days としてやるべきことは終わったんじゃないかなとは思います。まあ本当はね、古代都市行きたかったけどね。いやー本当にね、長らくね、お付き合いいただいた方もね、まあ、途中から見ていただいた方もね、いると思うんですけど、いや、本当にね、100 days シリーズ、ありがとうございました。いやー、長かったね、3ヶ月。結構、でもね、なんか、意外とやれた、思ったよりはやれたかな。なんか、もうちょっと、なんか、なんていうの、アイスさん的にはもっとグダグダするかなって思ってたんですけど、なんか、意外となんとかなったなって思っている節もある。なんかね、なんか序盤の方とかさ、昼間何やればいいか分かんなかったからさ、なんかどうすればいいんだろうって思いつつも、なんかぐだぐだやってたら、まあなんとかね、100日目にはね、たどり着いて、まあ一応ね、100 days の、まあ一つの目標としてね、最後まで死なないっていうのもね、もう当然ありますので、ハードコアでね。まあそれもね、ちゃんとクリアできましたし。てかね、本当はね、このね、最後死んで終わろうかなって思ってたんですけど、まあちょっとまだか。まだですね。最後ね、死んで終わろうかなって思ってたんですけど、ちょっとこのままね、この部屋で終わろうかな。まあせっかくなので、まあこの部屋でね、眠りにつくという感じで終わろうかなと思います。いやーでもね、なんだろうな。いやーなんかーなー、もうちょっとやれると思ってた節もあるよ。もちろんね。一応ね、統合版1200時間やっていた人間ではありますし、まあ一応ね、Java 版も300時間ぐらいはやってたはずなので、このワールドが始まる前ね。だからもうちょっとやれるかなって思ってた節もあるけど、やっぱね、セオリーがわかんないかな。100 days 初めてだったから、セオリーがわかんないっていうのがあって、まあそれでグダグダしちゃったのかなと思いますけど、まあ大体ね、今回で勝手もわかったので、まあ次回はね、頑張りましょう。次回はね、多分 1.21 になってからかな。多分 1.21 になってからだと思うんですけど。いやー、多分ね、次回以降はね、多分形式変えると思う。まあこれね、100日投稿するの結構大変ではある。大変というか、多分見る方も大変なんですよね。やる方もやる方です。まあやる方はね、実際そんな大変ではないんですけど、多分見る方が結構大変かな。まあ、そうかなと思ってはいるんですけど。まあそんなこともありつつね、そろそろ終わりかな。そろそろ、まだか。さあ、朝日が昇ってまいります。
さあ、まあ、100日になった瞬間に終わりましょうか。もうね、タイマーも止めましたので、ああ、ちょ、キャラコンが減った。ということでね、ちょっと待ってね、100日になる瞬間をちょっと見てみましょうね。あ、一応最後にあれ見とく。統計から、どっかにあるはず。ね、まあ、数日前に見たんですけど、まあ、見せる必要もないんですけどね、当然ね、死んだ回数ゼロです。当然ね、当たり前だよね、当たり前だよな。結局ね、マイクラって序盤でね、死ななければ死なないんですよ。ね、って感じで。まあ、一番きつかったの海底神殿かな。海底神殿は本当にきつかったけど、スタックとかいうやつマジできつかったけど。まあそんなこんなでね、100日になりましたので、終了です。はい、ということで、リアルデイズ100デイズ、お疲れ様でした。いや、本当にね、100日間ありがとうございました。ちょっとね、途中なんかトラブルとかもあってね、なんか1日飛んだり、1日投稿がなかったりしたんですけど、一応ね、スタートからちょうど100日のはずなんですよね。1日投稿してない日があって、1日消えたので、93日目消えたので、まあ、それでね、ちょうどぴったり100日になったはずなんですよね。もう一回ね、投稿し忘れた日があったんですけど、そちらはね、次の日の朝に投稿して、その日の夜にもう一本投稿するっていう日本投稿でね、ご利用したっていう回もあったんですけど、で、まあ、とりあえずはね、まあ、初めてのハードコア100 days ということでね、まあ、走り切ってよかったなと思います。ということでね、まあ、100 days が終わったので、これからはね、また一回元のワールドに戻って、そっからは黄昏の森に行くかなーって感じで、で、まぁ、ちょっと、なんか別ゲームを挟みたいかな、みたいな、そんな感じで思ってはいるんですけど、やっぱ別ゲーね、上げるタイミングないんだよなって思いつつね、本当にね、やりたいんですけどね、やっぱね、動画投稿の苦しいところとしてね、やっぱ、動画投稿ってやっぱそんな長くできないから、長い動画にできないので、まぁ、してもいいんですけど、それこそね、なんか1時間とかの動画バンって上げてもいいんですけど、まあ、それはそれでどうなのみたいな話もあって、1時間の動画とか見るのしんどいよねって思っちゃうんですよね、アイスさんは。まあそういうのもあってね、アイスさんはね、あんまり長い動画を上げないようにしてるんですけど、まあ言うてもさ、100 days のさ、20分っていうさ、動画の長さも結構重いよね。実際さ、ちゃんと動画、なんていうの、こう流し見するんだったらあれだけど、20分ちゃんと見ようって思うと結構重いよねってアイスさん思うタイプなんですよね。なのでちょっとね、この企画もね、ちょっと次回以降見直して、まあちょっと次回以降はね、編集も入れつつ、結構ね、短めにやっていこうかなと思います。ということでね、多分次回は、元のワールドで、元のワールドの変化した場所を見せようっていう、そういう回になると思うんですけど、はい、よかったらね、元のワールドもよろしくお願いします。ということでね、本当に長らくお付き合いいただきありがとうございました。今後またいつかね、100 days やると思いますし、まあ、今後もね、マイクラのゲーム実況を続けていきますので、よかったらね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ということで、第1回100 days! 題して、リアルデイズ100デイズはここまで。ご視聴ありがとうございました。